次に動機とされているあなたのお気持ちについてお聞きします。昨日の公判中にあなたは突然騒ぎ立てましたね。はい。健一さんが学校にも責任がないとは言えないと証言された時です。どうしてあんなに怒ったんですか？とりあえず本当すいませんでした。あん時はなんか責任逃れっぽく聞こえて、健一さんのないとは言えないという言い方がですか？はい。それにあの人学位の跡取りだと思ってたんで余計にカッときちゃって、具体的にはどういう要素に対してどう腹が立ったんでしょう？やっぱああいう逃げる姿勢そのものが許せないっていうか、そんな感じの気持ちでついその怒りは学位に対する恨みということになりますか？全然そういうんじゃないんです。学院とかもうほんとこだわってないっていうか、事件の時もそう思ってたし今もそうです。千尋さんを忍ぶ気持ちについては、その気持ちは変わるわけないし変える必要もないと思ってます。それに本当は最初から分かってたんだ。ん？あいつが死んだのは別に誰か一人のせいとかじゃないんだって。よくわかりました。以上です。これは学院長を恨んでいたわけじゃないのか、健一との面識は本当にないのか、千尋が自殺した原因が別にあると考えている、学院長を恨んでいたわけじゃないのか、結局この被告人は学院長を恨んでいたわけじゃないってこと？後で質問してみようかな。忘れないようにメモしておこう。学院長を恨んでいたわけじゃないのか。決定。続いて検察官、どうぞ。ではまず、あなたの過去の行動についてですが、黙秘します。え？黙秘権。本当に使うことってあるんだ。証言黙秘しますをファイルしました。まだ何も聞いていませんが。結構、とにかくお聞きします。あなたは学院に対し86回も電話をかけるなど、必要に抗議を繰り返していましたね。
まあ、記録も残っている客観的事実です。先ほど弁護人の質問に答えて、あなたは学院というものにこだわっていなかったと言ってました。86回も電話をかけておいてです。自分でおかしいと思いませんか？まあ、いいでしょう。次の質問ですが、昨日の健一さんの証言中に、あなたは暴れ出しましたね。そして先ほど、その健一さんは、千尋さん、そう、あなたの妹さんと付き合っていたと証言しました。あなた、知っていたんじゃないの？健一さんは、ゆきえさんの行動についても証言してくれましたね。あなたの妹さんがいじめに遭っていた原因。それは、そもそも、ゆきえさんの行動に端を発していたと。本当だとすれば、ひどい話だと私も思いますが、これもあなたは知ってたんじゃないの？健一さんの話を聞いてね、私は、あなたの妹さんが自殺した原因も幸恵さんにあったんだと、そう解釈しました。しかし、あなたは事件の日の時点でそう思ってたんじゃありませんか？事件の日、あなたは幸恵さんを押しのけて家に上がり込んだ。そういうお話でしたね。絶対に答えないね。これもね、変な話だなぁと思うんです。あなたは人を押しのけて人の家に上がり込んだ。あなたも自覚してるとは思いますが、乱暴な話です。でも応接間に入った後は急におとなしくなっている。書斎はもちろん、他のどの部屋にも行かず、おとなしく応接まで待っていた？無理やり入っておいて、あとは待つだけなんですか。あなたの供述はね、一貫してないだけじゃない。常に矛盾してるんです。矛盾だらけだ。どうしてそうなるんですか？真実じゃないことを話してるからじゃないんですか？異議、侮辱的でしょう。検察官、結構質問を変えます。矛盾といえばもう一つ。先ほども言いましたが、あなたは学院に86回も電話をしていた。でも、昨日、あなたは健一さんに向かってこう叫んだんです。何が学校だ。お前らのせいだろうが。何が学校だ？なるほど。学校のことはどうでもいい。あなたのお話通り、少なくとも昨日のあなたは、学校のことで怒っていったんじゃないんですね。お前らに怒っていた。
お前らって誰と誰ですか？ケンイチさんとあとは誰ですか？誰なんですか？異議、威嚇です。あくまで答えないならそれで結構です。この話は昨日の評議で私たちも注目した点じゃないかな。それはそれとして、逆に千尋さんが死んだ直後のあなたは違いましたよね。学院の説明会で暴力を振るい、抗議文書を送りつけ、86回も電話をかけ、直接学院に押しかけてもいた。これ、学校に恨みを抱かない人の行動ですかね。しかし、あなたは半年ほどでその活動をやめた。どうしてやめたの？あなたは気づいたんじゃないですか？健一さんと千尋さんが交際していた事実に、千尋さんが命を絶つことになった原因に、幸恵さんが二人の間に割り込んだことに気づいたんじゃないのかと聞いている。異議、完全に威嚇だ。もういいよ先生。若宮くん、あいつが、健一があそこまで認めたんだ。だったらもういいよ。全部話してやるよ。俺の知ってることを。あの日に会ったことを。それでいいんだろう？無駄口は結構。で、健一さんのことは？知ってたの？健一さんと千尋さんが交際していた事実をあなたは知っていたんですか？知らなかったんですか？見当はついてた。でも確信はなかった。証言、交際の確信はなかったをファイルしました。だから俺はあの日ちゃんと話を聞こうと思って。ちょっと待ってください。あなたはいつどうして交際の事実を知ったんですか？千尋に男がいたってことは、あいつが死ぬ前からなんとなく気がついてた。あいつは黙ってたけど、こっちも一応兄貴だし、なんとなく。でもそれが誰なのかは全然知らなくて。それにあいつが死んだ後も男は名乗り出てこなかったから、俺の気のせいだったんだってずっと思うことにしてた。けど命日の前に遺品の整理してたら、引き出しの奥から千尋の日記が出てきた。あいつなりに隠してたみたいで、
それまで全然気がつかなかったんだ。それで千尋に悪いと思いながら中を見たら、Kってやつの話がやたら出てきた。しかもあいつもバカだから、時々 K のこと先生とか書いてやがって、それで見当がついた。名前に K のつく若い男の教師って言えば、あの学院には健一しかいなかったから。日記ですか。ゆきえさんのことについては何か書かれていました？いたよ、Y 先生ってのが。10月頃の日記で千尋はそいつと話したらしくて、裏サイトに書き込みしたのは意外とそいつかもしれないって、そう書いてあったんだよ。千尋さんは気づいてたのか？その Y 先生というのがゆきえさんである。あなたはそう確信したわけですね。異議誘導。想像はついたよ。若宮くん、いいんだよ先生、俺は実際想像したんだ。千尋が死んでたった3ヶ月で健一は Y のつく女と結婚したんだ。何がどうなって千尋が死んで、でもって健一が結婚したのか、想像がつくだろうが。それはどういう想像ですか？健一さんが千尋さんを捨てた？それとも、ゆきえさんが健一さんを無理やり奪った？どっちも。そいつを確かめたかったし、何より、その二人が千尋が死んだことをどう考えてるのか、それを知りたくなった。なるほど。そういう気持ちで事件の日、増岡さんの家に行ったわけですね。ところで、そんな日記はあなたの家から発見されていませんね。あなた、その日記はどうしたの？燃やしたよ。おお、燃やした。燃やせるような千尋の遺品はあいつらの家に行く前に全部燃やしたんだ。俺なりのけじめだと思ったし、それに何より早く千尋に返すべきだって思ったから。そうですか、燃やしましたか。 K と Y が健一と幸恵である。そのことを示す重要な証拠をなぜ燃やした？俺はあんたらとは違うんでね。証拠だなのなんだので、人をねちねち追い込む気はないんだよ。これは日記の具体的な内容は
最終的にお前らとは誰と誰のこと？弁護人と相談の上で黙秘していたのか選択します。日記の具体的な内容は？日記には具体的に何て書いてあったんだろう。後で質問してみようかな。忘れないようにメモしておこう。日記の具体的な内容は？決定。では、それを確かめに家に行った後はどうなんです？あなたのこれまでの主張は？としきさんに会いに行って会えないから帰ってきた。というものでしたね。でも、これも嘘だよね。あなたの今の話だと、としきさんに会えないからって帰る必然性は皆無だよね。あの日俺が道に迷ったのも本当だし、6時20分に学院長の家に着いたのも本当だよ。違うのは、無理やり家の中に上がり込んだ後だ。俺は、あの女が逃げないように、応接間に押し込んで、で、話をしようと思って、ソファーに座った。学院長を殺したっていう、例の灰皿は、テーブルの上なんかになかった。え？俺がソファーに座ったら、すぐにあの女が後ろから。その灰皿で殴りかかってきたんだよ。幸恵さんが殴りかかった？正直やばかったけど、振りかぶる音で気がついてすごいな。とっさに振り返って腕で受け止めて、それからあの女が握りしめてた灰皿をもぎ取って床に投げ捨てたんだ。証言、幸恵が突然襲ってきたをファイルしました。それでもあの女は、てめえ何しやがる。おい、なんとか言えよこら。逃がさないから。懲りずにもう一回俺の首を絞めにかかってきたんで、バカ、こら、話せっつってんだろ。う、あ、やめさせようと思ってあの女を突き飛ばしたら、あいつ後頭部がもろに壁に当たっちまったみたいで、そのまま気を失って立ち上がってこなくなった。証言、幸恵は気を失ったをファイルしました。さすがにやべえと思ってそれで逃げ出したんだ。したら後であの女が死体で見つかって、しかも学院長まで殺されてたって聞いたから本気で焦って、
刺されただの、絞め殺されただの、俺には全然関係ないはずだけど。千尋のこともあるし、絶対俺のせいにされるって思った。だから最初は家にも行ってないって言ったんだ。でも案の定俺のせいにされちまったけどな。なるほど。しかし、それが真実だとするなら、もっと早く言えばよかったんじゃないですか？言わなかったんじゃなくて、言えなかったんじゃないの？ここまで来ても、まだ、言ってないことがあるんじゃないの？かよ。言ったら信じたのかよ。信じてくれたのかよ。私が質問しているんですが、俺の言うことなんて一回も信じたことがない奴らに、こんな話できるかよ。では、それがお答えということで結構です。いずれにせよ、幸恵さんに暴力を振るったこと自体は認めるわけですね。まただんまりですか？突き飛ばしたことは認めます。けど、後のことは知りません。俺が帰った後に、あそこで何があったのか、それは俺の知らない話だ。好きに想像すりゃいいよ。このままだと家政婦さんが犯人になっちゃう。では想像して聞きましょう。確認されている中で、あなたは生前の幸恵さんと一番最後に会った人物なんです。幸恵さんは何か言っていませんでしたか？何かって？千尋さんのことに決まってるでしょ？さっきあなたが話してくれたことですが、事件の日のあなたはある疑いを持って麻生家に向かいましたね。健一さんが千尋さんを捨てた、あるいは幸恵さんが健一さんを奪った。当然幸恵さんに出会ったあなたはそのことを聞きますよね。だってその話を聞きに行ったんですから。で、聞いた結果、あなたは行動を決定したんじゃないんですか？異議、仮定に基づいた誘導です。では前提事実を確認します。あなたは幸恵さんの過去の行為についての話を本人から聞きましたか？聞いてないね。さっきも言ったけど、あの女は話をする前に襲いかかってきたんだ。話をする暇なんてなかったんだよ。そりゃあさっきの健一の話をあの時に聞いていたとしたら、俺だって殺したい衝動に駆られたかもって思う。
証言、殺意を抱いたかもしれないをファイルしました。でも、あの女はいきなり後ろから来やがったんだ。あとは、さっき言った通りです。俺はあの女を突き飛ばして焦って帰った。それだけです。これは、気絶させただけなら逃げ出す必要もないのでは？弁護人にも黙っていた理由は説明できる？どこかで健一の姿は見かけなかった？弁護人にも黙っていた理由は説明できる？それが真実なら、どうして弁護人にも話さなかったんだろう。後で質問してみようかな。忘れないようにメモしておこう。お、メモ2枚目。弁護人にも黙っていた理由は説明できる？決定。では、もう一つ。あなたは東京に来てから、ずっと大田区の南西部にお住まいだった。間違いない？間違いないけど、職場の仲間同士でドライブに行ったりするんですか？ん？あなたの保護者だった城島善治さんはよく職員を連れて遊びに行ったそうですね。まあ、大田区の西境を流れる多摩川に釣りに行ったりだとか。多摩川にはお詳しいですよね。まただんまりですか？まあいいんだけどね。多摩川に何か投げ捨てたことってあります？あそこに投げれば大概のものは流れ去ってすぐに海に出てしまう。衣服はもちろん紐なんてなおさらです。あなたこのことも知っていたよね。黙るようなことですか？あんたの魂胆が見えすぎてるから黙ってんだよ。俺が川に凶器を捨てたってそう言わせたいんだろ？被告人は言葉を慎んでください。ここは法廷で言い争う場所ではないし、あなたが答えたくないなら答えなくていいんですよ。すいません。まあいいでしょう。検察官からは以上です。